郷原陽次洋は、日本中央競馬会所属の元騎手、現長教授主。父は元 JRA 騎手で、元長教師の郷原博之。吉野勲は、外祖父。得意の騎乗は逃げ。1991年3月、競馬学校騎手課程7期生として、騎手デビュー。同期には、藤田真嗣、4位、広文、安田康彦らがいる。 6月9日降着による繰り上がりながら初勝利を記録、なお同日に降着によらない実力での勝ち倉を上げている。2000年には、騎乗数を500の大台に乗せ、この頃より重症競争への騎乗も増加、翌2001年には、七夕賞をゲイリー・トマホークで生止重症初制覇を記録している。2002年カブトマ記念では、デビュー戦より主戦を務めた。 カンファーベストに軌乗 C1 位入選するが、明らかな車高により、束の進路を妨害したとして10着に到着となる。ところが、この機道が注目を浴び、中央競馬アイド中継内の企画、中央競馬ベストレースオブザイヤー2002において、他に GI レースが並ぶ中このカブト山記念が7位に選ばれている。その後、軌乗機会、勝利数ともに減少。父が、 元騎手で調教師であることもあり、他の騎手と比較して人脈に恵まれており、一時よりは減少したとは異域上数は多い方であったが、その恵まれた環境を生かしきれていない状態が続き、2004年以降の勝利数は一桁と低迷し、2010年12月31日付で現役を引退した。それでもキャリア最低となった2007年でも一勝を挙げ、 現役引退まで0勝の年は一度もなかった。通算成績は7265281勝、内重賞2勝。引退後は、土田実のる社所属の調教助手へと転身した。ありがとうございます。